はい、山田でございます。ちょっとね、一連にね、ちょっとその風俗家みたいな抜き田なんだみたいな話してしまいましたから、あんまり聞き心地よくないじゃないですか、そのネタは。だけど僕は訴えたいことで、業界をやっぱりね、正常化していかなきゃいけない立場でございますんで、どんな立場だよって、お前には何もできねえよって、分かってますよ。僕には何もできませんけども、それはやっぱりね、言い続けなきゃいけないこととして、まあ適宜、発信させていただいておりますが、ちょっとそればっかり続くともううんざりでしょ。面白くないし、聞き心地悪いしね。ということで、別のネタを話したいと思っておるわけでございますけれども、で、大体ね、5個ぐらい音声が似たような内容が続く傾向にあるんですよね。だから 5回ぐらいに分けてちょっと一つのカテゴリーを話したくなっちゃう傾向があってですが、でもちょっとだからそういうのばっかり続くのはいかがなものかって思ってますので、こうやって別の内容を考えながら喋ってるわけでございます。それでですな、まあ、宇都宮に関してね、まあ、風俗店経験者様って、悪くないんですよ。風俗のお仕事されてた方、決して悪くないし、ちゃんと一生懸命やってる方もたくさんいるしね、健康的にね、心をしっかり持ってやってる方も知ってますので、それを否定すべきところではなくて、否定ではないです。が、お店のコンセプトとして、ブリエルに関しては、風俗店経験の方お断りという、ことでやらせていただいてます。セラピストさんの募集にね、だから募集の要項というか、求人用のホームページにそういうふうに載せているわけでございます。で、まあ、それが、お客様のニーズだとも思っているし、また宇都宮で生き残るにはもうそれしかないなということで、数年前から載せさせていただいております。でね、結構大変なんですよ、実は。で、だからうち今日7人ぐらい出勤してましたけども、ラインナップ見ていただければ分かると思うんですが、みんな普通の真面目ないい子たちじゃないですか。特別風俗店経験してそんなタイプな感じの子って一人もいないし、ね、普通のマックとかコンビニとかでバイトしてそうな子たちじゃないですか。ね、OL さんとかね、普通の企業で、ジムとかやってそうなタイプじゃないですか。みんな、全員。ね、これ、結構ね、大変なことで、要はね、鼠径部のマッサージとかあるじゃないですか。鼠径部。で、おちんちんを触るわけではないですよね。メンズエステだから。風俗店ではないし、おちんちんは触らない。でも、鼠径部のマッサージって、まあ、際でじゃないですか。ね、で風俗店経験のある、方、ね、そういうセラピストさんであればね、鼠径部のマッサージって抵抗が別にないわけですよね。で、おちんちん触らなくていいんですかぐらいな感じじゃないですか。だって、おちんちんのマッサージを、ふざけて言ってるわけじゃないよ。おちんちんのマッサージを一生懸命することがお仕事なわけだから、それは、おちんちんのさらに外側、際の鼠径部の施術が必要で、それを一生懸命やるんですよっていうのは、まあ理解していただけるし、特別説明も必要ないかもしれない。 理解も必要ない。鼠径部のマッサージをするんですよってことで、ああ鼠径部でいいんですね、かしこまりましたっていうぐらいな感じですよ、抵抗感としては。それが全くそういうのを未経験の方たちだけを集めておりますので、それは鼠径部だって言っても際のそばだから抵抗ありますわな。うん、それはね、抵抗あるんですよ。だって彼氏のまたは旦那さんのおちんちんしか触ったことでもちろんないですしね、彼氏旦那さんの鼠径部しか、鼠径部だって彼氏や旦那さんのしか触ったことないような方を集めてるわけじゃないですか。うん、なので理解が必要だった。だから研修の時に、いや、エッチなことじゃないんですよと、リンパマッサージで必要だからするんだよって、で、おちんちんは触らないよ、鼠径部だけだよって、でも際のそばだから、でもそれがないとメンズエステ店では、片手落ちだから一生懸命鼠径部のマッサージもしようねって理解していただいて、初めて、ああじゃあそうなのかな、じゃあちょっと頑張ってみますっていうことで、デビューに至るわけじゃないですか。ね、だから全然ね、違うわけ。まあ、苦労はって言ったらね、他でもいろいろ、
苦労があると思うから、そういうこと苦労を言いたいわけじゃないけど、価値というかね、感覚が全然違うわけ。そこに理解が必要なわけさ。なんでそんな おちんちんのそば触るんですかっていうところを、いや、メンズマッサージで必要でねって、リンパマッサージでも必要でねって、そこは真剣にやるんだよ、だけどおちんちんは触らないからねって、性的なサービス、エッチなサービスじゃないからねっていうことを教えていくわけ でございます。で、なのでね、やっぱり面接にいらして、普通の子しか採用してないからね、じゃあ面接にいらして、あ、じゃあぜひやってくださいなと。で、研修時にね、素形部も触りますよ、まあ、今は面接の時言ってますけどね、面接の時にちゃんと説明してますけれども、これこそ YouTube で話してんだからもう お分かりいただいてるとは思うんですけども、その際にね、やっぱり際の施術、素形の施術でやっぱりどうしても抵抗ありますから、ちょっと辞退させていただきますということになることもあるんですよ。ある、それが、頻繁にあるわけですよ。なのでね、人数揃えるのも大変なんだよ大変なのそうだからね、でもそれでも、エロじゃないよ、癒しだよっていうコンセプトだし、特別抜きだったりお触りがあったりとかするようなお店ではないしね。で、お客様の層もめちゃくちゃいいわけじゃないですか。そういう目的の方はお断りしてってるわけですから、それはそれで、何、需要と供給というか、その成り立ってはいる。だけども、面接に来た方、採用した方、こう声を枯らして求人で頑張って癒し頑張りましょうってね、真の癒し目指しましょうって言っても、やっぱり普通の子たちだからね、やっぱ抵抗がある方はいますよね、それは。だから辞退させていただきますというのはしょっちゅうでございます。だからね、全然違うのよ。風俗店の経験が悪いわけではないけれども、風俗店経験がある方を主に採用しているとか、まあそれだけじゃないでしょうけれども、そういう方たちも喜んで採用させていただき、それは戦略としていいと思いますよ。一つのやり方だし、要は研修が、まあ、ある意味、理解が早いとか楽だしね、抵抗がない、経験がある方、に、素形部のマッサージ一生懸命頑張っていただくっていうのも いいじゃないですか、それはそれで。だけど、全然そういう方を、採用してないというふうに考えたら、それは骨の折れる作業よ。作業というか仕事よ。でも、やっぱり、お客様にとってはね、こうやって宇都宮もいくらでもメンズエステ店がある中でね、そして風俗店もたくさんある中で、やっぱりお客様は普通の健康的な街に普通に歩いてるような子にニーズがあるんじゃないかと思うし、僕なんかだったら、やっぱそういう子に一生懸命エッチなサービスはなくても一生懸命施術してくれて、癒してくれるの方がやっぱニーズはあるんじゃねえかなとまあ僕だったらそう思うしね。ということで、そういうセラピストさんを集めて、おります。で、今後もそういう、プリエルに関してそういうコンセプトは変わらない。決して風俗店経験ある方が悪いとかじゃないですよ。立派な仕事だとも思ってるし、嘘とか口から出まかせ言ってるんじゃない、本当に思ってるし、社会の役に立ってるとも思ってる。しかもそのおちんちんの施術をね、一生懸命やること、それに全うすることってのも素晴らしいことだと思うし、ただコンセプトがね、そうだから、そして、いうわけでございます。喋れなくなってきたよ、夜だし。ということでね、だからね、全然違うんですよと、そういうお店さんがあるのであればね、だからこそルールだなんだ、お触りはダメですよって厳しくお客様に、アピールしたりもするしね、抜きは一切やりませんよって、そんなお店じゃないですよって言わせていただきますし、それでじゃあつまんねえ、いらね、じゃあプリエルなんか行かねえやって言われたら、それはそれは結構結構ですって言い方はきついけど、それならそれで大丈夫ですよっていうスタンスで やらせていただいてますので、まあ、全然違うんだよね。
うん、いろいろと、いろいろとでね、違う。その代わりいい点もあるけどね、いい点もある。要は、僕みたいな、その、お触りとかそういう性的なこととか求めてないお客様がいらっしゃるし、また運営がしやすいっていう面もあるしね、より一般的な感覚をお持ちの方、あ、こういう話をしない方がいいかな、ちょっと口が滑って変な風に取られてしまうと誤解を招いてしまいますからね、言葉選びも重要でございますということで、とにかくね、何が言いたいかわからないんですけれども、たまにはこういう話もしてみようか。あ、またこういう話になっちゃいましたちょっと違う話しようとしてたのに申し訳ございません。ちょっとね、ダメだな。ちょっと次上げ、レンチャンで撮りたいと思ってるんですけど、上げるとしたならば、全く違う話題に挑戦したいと思っております。ということで、ご清聴ありがとうございました。ちょうど10分です。